どうもガイチです。今日はデイオフオフだからね、まあいっぱいやりながら、あんまり語るとみんな見ないかな。でもマイクを16の時に初めてバーベルを手にした。それはモトクロスで誰よりも早く走りたかったから。そんな俺なのにレース以外で15トンのトレーラーに90キロでバイクでめり込んだ。面会謝絶2日間開けて、当時横にいてくれた女の子が、まあ俺に言いつけられてたけど、俺ん家から片方5キロの鉄アレを2つ院長に内緒で持ってきてくれた。重かったろうな、ごめんね。学校に入って大学で授業を選べる科目があって、よし体鍛えようと思って早稲田バーベルクラブの久保田先生に教えを請うた。そうだったな。第一声が、私の尻を見なさい、こんなに上がってるだろう。なかなか楽しい先生だった。22歳で役者になった。バーベル振り回してたのは25から30ぐらいまでが一番かな。役によって痩せたり太ったり筋肉を落としたりってことはできないけど、それでだんだんバーベルが遠のいた時期もあった。で60になって、もうみんな聞き飽きたか、生まれつき聞こえない耳をほったらかして耳が攪乱を起こしたか、それともずっとこっちの耳だけで60年間生きてきてこっちの耳がちょっと疲れたか、今なまったな、耳が疲れたか。検査値段が高くて痛そうだからやってないけど、どっちかが訴えてきたんだね。中の方から外、一個外にある三半規管に水を出してきた。よくわからないが、そうなんだ。そういえばちょっと微量な話ですまないんだが、ここ3年ぐらい時効いや耳垢カサカサだったのがなんかね、ねっとりしてきたんだよね。それもあんのかな、今気づいた。まあね、それでなんとか今それから来るすごいめまいを薬で抑えてる。でそのやっと見つけた専門家の先生が、毎日とは言わないけど適度な運動がいいですよ、多分ねウォーキングのこととか言ってるんだろうけど、俺は曲解してよし筋肉をつけようと思ったってな感じでね。動機があんまりね、大したこっちゃないけど、不純とは言わないけどね。さあそこでね、なかなかこう奮い立たすのは大変なんですよ。バーベル上げようっていうのは、まあ、大した重量上げてねえけど、まあ、今に見てろよ。それでまずははいデイオフ、こういう時は何をするか、トレーニンググッズ買っちゃいましたってな感じで、ここでグッズ紹介、もう長いか、ちょっとまずね、いつも買ってる B レジェンド、ね、提供してないからされてないから3とか言わないけど、 B レジェンドでプロテイン、まあ、アミノ酸買ってるんだけど、なんかもうちょい買うとプレゼント違うの来ますよ、もうちょい買うとって言ってちょっとね、前 YouTube でやったけど、プロテイン夏の朝だね、牛乳、冷凍バナナ、プロテインね、それにシナモン、シャッシャッ、
そのシェイクを作るための、飲むためのか、飲むためのシェイカーがくれるって言うんで、シェイカーをくれるというので、プロテインの他に買っちゃったのはこれ、じゃーん、このソックスだね。これなんか良さそうじゃん。これこういうの今までね、ピンときた？今までこういうのはね履いたことないんだけど、ちょっとやってみようかな。トレーニングソックス、それとこれだね、じゃん、これやんなきゃダメか、じゃん、宣伝してんじゃんみたいなね、Bレジェンドのタオルを買いましたね。これでまた気分が違う。キスのタオル持っていく時も気持ち上がるが、これはこれでいいんじゃない、うん、要はね、まあ大した重りやってないんだけど、こうインクラインでさ、こうダンベルとかやるときに、こう背中であんまりこうやっちゃいけないんだけど、まあインクラインじゃなくてもね、こう足で踏ん張るとどうしても背中がこう汗でぬずるってなると怪我しちゃうから、これを一回こう後ろに敷いてやってるんだよ。まあいいね。それで第1弾次買っちゃいました、ダーンはいね、ニケ、あ違う、ナイキ。さあナイキで何を買ったかね、ガシャガシャ言ってんのは許してよ。はい、これでなんかナイキのね、いい感じのソックスがあったの。これピンクってね、まあまあジム行く前着てたのも、あれも30年ぐらい前だからね、ピンクってあんまりね普段着ないんだけど、なんかいいかなと思って買いました。気持ちもアップそこでね、靴下買いに行ったわけじゃないのよ、買っちゃったね、にゃーん、にゃ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 ん、ズギャギャギャン、シューズ買いました。お、なんか買ってあるの、あ、青いんだ、かっこいいね。ほらこれ、これね、こっちか、これピント合う、これね、なんだろうね、これね、種類わからない。まあジムでしか履かないから10年は持ってほしい、これせっこい、いやこれだけにしとけばよかったんだけど、目に入っちゃったのよ、これより高かったのよ、これはっ、これまさに俺スタイルでしょ、これ仲良くない、これなんて書いた、なんか書いた、こっちかね、えこれ前ね、スニーカー100足ぐらい持ってたんだけど、それをね、みんなも知ってる通りウエスタンブーツに変えちまったから、スニーカーどんどんなくなって、それでみんなどう思う、これガチャガチャ、これな、こっちか、よし、うん、悪くはないよ、うん、ただね、ジムやる前着替えて、まあ今は着替えて行ってんだけど、バンダナ結んで、これはいつからやってんだっけな、25ぐらいの時からか、昔はみんなああいう形だったんだよ、当時はね、ショーン・レイ、リー・ラフレダで、俺リー・ヘイニーね、ケビン・レブローニーとかね、いたんだよ。で俺と同い年のドリアン・イエスが出てきた頃、なんか俺はまた芝居の方に行っちゃったんだな、まあいいやね。でまあ要はこれよ、何か違わないね、これからバーベルガツンと上げる人が紐結ばないよ、疲れちゃう、そこでいやーでもね、この赤いやつの付属で来たよ、まずこれゴールド、違うよな、次、おう、見える、光っちゃう、ネイビー、これも違うよな、欲しい人したら、欲しい人したら、欲しい人いたらあげるよどうやって送るんだって。さあそこでね、やめときゃいいのに、2つでいいのに買っちゃいました。これね、みんな知ってる、結ばなくていい紐、これね結構ジムの時いいのよ、しっかりホールドして、でも履く時にねスッと履けるし、
これに変えてみましょう。それではこれがどうつくか、せーの、ジャン、よっしゃおいしょと思ったね。さあみんなももう気づいてるかな、これね、袋を切るときに使うのはこれ、これいいよ、これピシッ、わかる、これ映る、これ、ほらダマスカス見える、ちい、これこれはいいよ、スパスパ切れる、これ、はい、これね、こうか、 Like Hummingbird、 これはいいよね、こうやってほらダマスカスこうだしね、ちゃんと重ねてあるの、よく切れる、こうやってここにこうピッてやつ、ネックナイフに早がりってな感じでこれか、よいしょ、じゃん、いいの、これでいいのね、靴ひも結ばなくていいからトレーニングに集中できますってな感じで、これからも応援しくよろで、なんとか肉体改造までいかなくてももうちょいね上げないとね、でもね見るとね、あーここはこうやった方がいいなってもね、何十年やっても気づくものですよ。さあね、健康な体を目指してまたトレーニングしますんで、これからもよろしく、しくよろで、サブスクライブプリーズね、プッシュライキットボタン押してくださいよね、コメントもちょうだいね。それではガチでした。紐通して汗かいちゃうんじゃしょうがねえよな、筋肉つかねえなこれじゃでは。